丸ノコガイド定規 L アングルプラスアジャスト微調整ネジの交換方法です。微調整ネジセットとプラスドライバー、サイズ10のスパナもしくはラジオペンチを用意してください。微調整突き当てを飛び出させた状態でスパナで挟み、プラスドライバーでネジを緩めます。ネジが緩くなったら微調整突き当てを取り外し、さらにネジが外れるまで回してください。ネジは微調整つまみから1センチ飛び出させた状態で本体に取り付けます。微調整つまみをつかみ、プラスドライバーでバネザガネが固定されるまでしっかり締めてください。微調整突き当てをスパナで挟み、プラスドライバーでネジを回して微調整突き当てにねじ込んでください。最後に微調整突き当ての位置を戻して完了です。